中央区立大名小学校中央区立大名小学校は東京都中央区銀座五丁目にある公立小学校校舎は1923年の関東大震災の教訓から通常の壁高が1 5トル程度であるのに大志2 2トルを有する堅牢な造りとし第二次世界大戦の東京大空襲の爆撃にも耐えて現在に至っている外観は スタの絡まる校舎の外壁や、連なる3階の半円形の窓、円形に張り出した、坑道、緑を伴うアーチ型の開口を有する兵、フランス門と呼ばれる商社なデザインの門扉などの特徴を有している。また、坑道と、武天体操場が上下二層構造となっており、隣接するスキア橋公園等も一体で、計画されている、点、工夫の凝らされた、 配置計画などと、相まって、都心の教唱敷地にありながら、良好な日照条件と外遊びの空間を確保し、明るく快活な交風形成の源泉ともなっている。関東大震災後に建設されたいわゆる、復興小学校の中でも、特に中央区立時和小学校とともに、東京都選定歴史的建造物に選定、及び、経済産業省近代化産業遺産に認定され、 歴史的な建造物として高く評価されている。また都心では、かつてのエリートたちが、大名小卒業後に、麻布中学校や日比谷高校、さらに東京大学へと進学していったことで知られていた。中央区が実施している特任校の一つに指定されている。中央区内では、学区外からも通え、毎年抽選となる人気の特任校。 少人数教育の長名門小学校とみられることがある。教育目標は下記の通りである。作詞は竹島羽衣作曲は岡野定一による。1909年6月16日採用認可。銀座1丁目、2から10番、11番、銀座2丁目、2から9番、銀座3丁目、2から8番、銀座4丁目、1から8番。 銀座5丁目から8丁目が通学区域。ありがとうございます。